ああ、お帰り。番組の録画予約を済ませておいた。確認だけど、今日から数日、他に予定はないね。お？録画？お兄ちゃん何準備してるの？おいおい、リン。もうすぐ何の日か、覚えていないのかい？何の日？全然覚えてないよ。もう何日かしたら、ビジョンによる爆破事件の裁判が始まる。我らがニコも、カンバス通りの訴訟代理人として、テレビに出るんだ。表舞台に立たなかったとはいえ、僕たちも多少は関わったんだ。審理の一部始終を見届ける義務があるし、ついでにビデオに記録しておこうと思ってね。さすがはお兄ちゃん、そこまで考えてたなんて。ちょうどテレビエリーが特番をやっているよ。特に用事がないなら一緒に見よう。ビジョン爆破事件後半直前特別番組です。ヤヌスク治安局の屋上にあるヘリポートからお送りしております。まもなく被告人のチャールズ・パールマン、被害者らの代理人を務めるジャトヤラが、慣例にのっとり司法府の専用飛行船であらかじめ新エリート最高裁判所に前乗りする模様です。公正な判決を見守るべく、我々は本件の後半を生中継でお届けいたします。ニコ、もうすぐ登場時刻だけど、まだ荷造りをしてるの？つうかニコの親分、裁判に出るだけなんだろ？にしちゃ荷物が多くねえか？分かってないわね。都市中を震撼させた大事件なのよ。ジャトヤの名を広めるまたとないチャンスじゃない。注目を浴びるんなら完璧に決めていかないと。でしょ？それだけじゃないわ。傍聴席の潜在的顧客にアピールするためにパンフレットだってたくさん刷ったのよ。ニコ、スマホが鳴ってるぞ。ノックノックの通知じゃない？あら、ありがとう。ニコ、どうしたの？なんでもないわ。ああ、わかったぞ。借金の催促だったんだ。違うわよ、もう。人聞きの悪いこと言わないで。借金なんかしてないわ。パエトーンと、信頼できる知り合い5人以外には。前の月より増えてるぞ。ニコ、何があったの？誰からのメッセージ？あれ？おかしいぞ。本当に誰なんだ？いっぱい送ってきてるくせに、全部空のメッセージ。うわー！もう我慢できないわ！などが後半の争点となるでしょう。続いてはスペシャルゲストをお迎えして。パールマンはどう見ても黒なんだから、審理はスムーズに進むつもりでいたけど、法廷ではどんな些細なことでも議題に上がるらしいし、油断できない展開になりそうだね。道理でずっとニコがこの件に悩まされていたわけだ。パエトーン！こんにちは、プロキス先生。ニコ、アンビ、どういう風の吹き回しだい？第一、君ら今日は専用機で最高裁に向かうんだろ？ええ、本当だったらね。でもあんたたちにどうしても相談しときたいことがあるの。出なきゃおちおち法廷にも出らんないわ。相談って何かあったの、ニコ？パエトーン、この前白銀重工の記憶素子を解読するために私に頼んできたわよね。ハッカーのレインにつなげてほしいって。ニコ、この後に及んで両親の呵責に耐えかねたのかい？本当は知り合いじゃなかったと白状されても今さらな。違うわよ、よりによって私のコネを疑うわけ？いくらレインが今インターネットで話題の売れっ子ハッカーだからって、この私のオファーを断るはずないわ。ただなんだかあっちの方で妙なことに巻き込まれてるみたいなの。
ふーん、なんか陰謀の匂いがするね。陰謀かどうかについてはまだ何とも言えないわね。とにかく事の経緯をまとめると、最近私含めレインと連絡先を交換してる大勢がちょくちょく空のメッセージを受信するようになったの。最初はみんな特に気にも留めてなかったわ。でもそれが2週間も続いて、おまけに当のレインはそのメッセージを送ってくる以外蒸発しちゃったみたいに消息がないの。そっからどんどん妙なことになってきて、前は何日かに1回送ってくるくらいだったけど、今朝になっても5、6回も送ってきてるんだから。なるほど、確かに妙だな。ピエリ、レインが送ってきた内容を見てくれない？本当にただ空っぽのメッセージなの？かしこまりました、マスター。マスター、分析の結果、これらのメッセージには確実にいかなる内容も含まれていません。ですが位置情報は暗号化されていないようです。解析の結果、送信場所は新エリート市内のバレーツインズという建築物付近です。ちょっとタンマ、バレーツインズですって？バレーツインズに何か問題でもあるのかい？顔が真っ青になっているけど。プロキシ先生は都市伝説の類に興味がないようね。バレーツインズというのはとあるツインタワーの名前なの。最近そこで心霊現象が起こると話題になってて、噂によると。ストップアンビ、そこまでよ。とにかく事実として言えるのは、あの2頭はもう何年も前からホローに飲み込まれてるってことだけ。レインがあそこからメッセージを送ってるだなんて考えられないわ。あんたたち2人が特別なだけで、普通はホローの中と外部では一切通信できないはずだもの。あのハイスペックなフェアリーが言うからには間違いないはずだ。リンはどう思う？ニコは随分参っているみたいだし、僕たちだってレインの助けを必要としている。いっそのこと直接バレーツインズを調査しに行ってもいい。賛成。私幽霊とか信じないたちなんだよね。ニコ、僕たちがレインの行方を調べてこよう。フォローに入る可能性が高いから、アンビーたちを借りてもいいかな？もちろんよ。別に後半にいなきゃいけないってわけじゃないから。あ、そうそう、顔が分かってた方が何かといいでしょ。これを持ってって。うん、ニコ、この写真の通学リュックを背負った女の子がレインなんだね。そうよ。それがどうかした？この子、うちの常連さんなんだ。へえ、人は見かけによらずだね。あんたがそれ言う？パエトーンがビデオ屋をやってんのも大概よ。とにかく、レインのことは任せたわよ。私はこれから治安局に行って専用機に乗るから、お先に失礼するわ。プロキシ先生、今からビリーとネコマタを連れてくるわ。バレーツインズの近くで合流しましょう。じゃ。ふぅ、着いたな。で、バレーツインズってのは？対岸のホローの中。そのハッカー、マジであそこから連絡を？おい、見ろよ、ホローの上。あ、バレーツインズの屋上。そっか、強制フォローが縮んだらしいけど、それで一番上だけはみ出したんだね。ってことは、ニコに来たのはあそこからのメッセージってこと？そうだとして、何を思ってあんなとこに行ったんだろう。みんな、まずは屋上に行ってみよう。着いたね。ここがバレーツインズ。立派なもんだぜ。
寒くねえ。確かに中はピカピカなのに妙に居心地悪いぞ。警戒して、霧が濃い、何か潜んでるかも。ビビったぜ。先を急ごっか、ここにいちゃまずいかも。なんか普通の炎よりもしんどくねえか、ここ。迷路みてえに入り組んでるし、寒くてジメジメしてるしよ。変えたばっかの膝関節が錆びちまわねえか心配になってきたぜ。ビリー、得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいぞ。やけに安いお店でご飯を食べたらお腹を壊しちゃうのと一緒だ。どうかしたか、アンビ。建物に入ってからずっと視線を感じる。あ、俺もなんか入った瞬間からゾワッときたんだよな。足元をしょっちゅう何かがすり抜けてく気がするしよ。で、おっと、いたさまから。それは私の尻尾だ。なんだなあ。なあ店長、前にホローでさ、周りの状況をいっぺんに探知してくれたことあったろ。あれもっかいやってくんね。何かいそうだぜこの辺。ごめん、今は難しいかも。ここには裂け目がいっぱいあるし、フォローのデータも結構古いから、進みながらもっとデータを集めないと。待って、近くに何かいる。エーテリアスよ、まずは奴らを殲滅しましょう。ふぅ、やったぞ。アンビ、さっきの視線だが、エーテリアスだったな。本当にそう。店長、次はどっちに行く？ちょい待ち、どれどれ。よかった、お花はまだついてる。これ、ハサミ？誰？お見事でした。さぞたやすい道中だったでしょうが、ここが終点です。狼？ここは私有地でして、来客はお断りしています。30秒でご用件をどうぞ。それ次第では。して皆様、ここは立ち入り禁止につき即刻行ったはずです。武器の手入れと床磨きは日々欠かさずと。すみません、メイカーさん。エレン、勤務中ですよ、姿勢よく。はいはい。カリンちゃん、カリンちゃんだ。猫又様、それに調査員様。カリン、面識が？はい、そうなんです。フォローで迷子になっていたカリンを助けてくれた方々なんです。なるほど、リナ、もういいでしょう。はい。いつの間に。鋭い子ですわ、一時はバレてしまうかと。まだまだアミーナ。顔見知りなのでしたら手間が省けます。申し遅れました。私どもはビクトリア火星です。ビクトリア火星、聞いたことのない名前ね。ちょっとアンビー、正直私もカリンちゃんと会うまで知らなかったけど、言い方ってのがあるでしょ。まあ優しい子ですわね。ですがお気遣いは不要ですわ。私たちは新エリートにおける
少数の止める方々にお仕えしているんですもの。世間一般に知られていないのは道理ですわね。私たちが貧乏だって言いたいの？まあ反論できないけど。皆様、どうか従業員の出現をお許しください。ビクトリア家政の執行責任者フォン・ライカンが代わってお詫び申し上げます。私どもは本日バレーツインズのオーナー様のご指示で設備のメンテナンスに参りました。バレーツインズのオーナー？でもこのビルを建てたバレー兄弟ってもうとっくに破産してるはずじゃ。さようでございます。おっしゃる通り、このバレーツインズは長きにわたり抵当に入れられておりましたが、近頃当局がラマニアンフォローの活性低下に乗じて強制フォローの鎮圧を図っています。それが実った暁にはビルの価値が向上すると踏み、ご主人様は手付金を振り込まれました。フォローの中にある建物に投資するなんて、さすがお金持ち、発想が大胆。まあそのおかげでまたこうやってカリンちゃんと会えたんだけど。猫股様、調査員様、またお二人にお会いできてカリンはとっても嬉しいです。ところで皆様はどうしてこちらに？ここはご主人様の私有地ですから、教会のお仕事でいらしたわけでもないですよね。カリンちゃんさ、そんなの分かりきってんじゃん。あ、それよりなんか暇つぶしになりそうなの持ってない？スマホの充電切れちゃった。すみません、お役に立ちそうなものは。じゃなくてエレンさん、どういうことですか？つまりお客様方は調査員ではないということですわ。皆様は調査員様じゃなかったんですか？カリン以外はとっくに気づいてたみたいだね、私たちが怪しいって。そのように警戒なさらずとも、ビクトリア家政が席を追うのは雇い主様のことに関してのみです。フォローでご活躍されてる非公式の方々に非礼を働くつもりは毛頭ございません。ましてやあなた方はカリンのご恩人、胸の内を明かしてくださるのなら、この場を訪ねてくださったお客様として私どもも可能な限りご協力いたします。そこまで言われちゃったら白状するしかないね。実は私プロ棋士なんだ。なんとあなた様がかの伝説のプロ棋士パエトーンだったとは。ここへは失踪されたご友人を探しにいらしたのですね。ライカンさん、お仕事の最中それっぽい人を見かけなかった？早速お役に立ちたいところなのですが、当局に配布されたキャロットのデータが古く、私どももまだ島内の状況を把握しきれておりません。リン、急に割り込んですまない。実はニコの方で少し面倒なことになっていて、ヘリポートに着いたニコから連絡があったのだけど、裁判の書類にジャトヤ全員で出廷すると書いてしまっていたらしく、ビリーたちも来るよう言われてるんだそうだ。ってことは俺らも飛行船に乗んなきゃいけねえのか？でもよ、そしたら店長の人探しはどうなっちまうんだ？申し訳ございません、聞き耳を立てておりました。ぶしつけながら提案をお許しいただきたいのですが、プロ棋士様、私どもと行動を共にされてはいかがでしょう。あなた様は人探しをしており、私どもはフォローのデータが古いために難儀しております。ここは互いに力を合わせましょう。いいの？私みたいな部外者がご主人様のビルに入っちゃうことになるけど。
もちろんでございます。設備のメンテナンスを行う間、ご主人様より全ての裁量をお預かりしておりますので。ましてや伝説のプロ棋士パエトーンの名声は万人が知るところです。ご縁を紡げたとあれば、ご主人様もきっとお喜びになります。しかしながら、まずはご友人方をお見送りされるのでしょうか。ではあなた様のご用がお済み次第、共に建物の奥へと向かいましょう。リン、ビクトリア火星の人たちとは会えたかい？ナイスタイミング。ちょうど今みんなと挨拶したとこだよ。どうやらビクトリア火星の人たちとは仲良くなれたようだね。いいことだ。ともかくに、早く帰っておいで。準備ができたらすぐホローに入ってレインを探そう。アンビーたちったら遅いわね。こんな時に何かあってみなさい。マスコミにあることないこと書かれちゃうんだから。おっと、出てきました。視聴者の皆様、本件の被告人チャールズ・パールマン氏が当局の監視のもとヘリポートに到着しました。重罪に問われている同志ではありますが、驚くべきことにその表情からは落ち着きが感じられます。ふん、バカタレどもめ、お前らが本当に驚くことになるのはこれからだ。お願いを聞いてあげるわ。具体的な指示は搭乗日、スーツケースに入れておくから。読むのは離陸した2時間後。指示通りに動けば、うちの人間が新エリートから逃がしてあげる。おい、私が法廷で着るスーツだが、スーツケースは届いてるか？ここにある。よしよし、それをよこせ。だるまのおっさん、あんたはもうすぐ完全に終わるのよ。この後に及んでどうしてまだ威張ってられるわけ？終わる？若者よ、お前はこの都市の恐ろしさをまだ知らないようだな。ふん、首洗って待ってなさい。何を企んでるのか知らないけど、法廷じゃ容赦しないんだから。おーやばー、よかった、やっと来たわね。疲れた。あんなに走ったのに、なんでビリーはちっともバテてないの？こないだ呼吸モジュールを新調した時、無酸素モードを追加したんだ。運動エネルギー効率がダンチだぜ。あれ？いや、やべえ！吸気モードに戻らねえぞ！だから、得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいって言ったんだぞ。茶番はそこまでよ。そもそも機械人に呼吸っているわけ？専用機の中は狭いんだし、どうせ二酸化炭素まみれになるわよ。どうしたのよ、アンビー。何か心配事でもあるの？パエトーンをあのまま見ず知らずの集団に預けてよかったのかしら。猫股の知り合いがいるんでしょ？バレーツインズだってご主人様とやらの所有物って話だし、大丈夫よきっと。そうじゃなくて、プロ棋士先生が私たちと一流チームの差を痛感しちゃったら、二度と依頼をしてくれなくなるかも。アンビーったら、なーに弱気なこと言っちゃってるのかしら。私たちジャトヤだってね、蝶のつく一流なのよ。それにポットでのやつらにパエトーンを奪えるほど私たちの絆はやわじゃないんだから。プロ騎士様、ご友人が B 棟の屋上に留まっていた可能性があるのなら、まずはそこを目指すのはいかがでしょう。オッケー、面倒をかけちゃうかもだけど、よろしくね、ライカンさん。とんでもございません。大切なお客様なのですから。あなた様の願いが私どもの使命です。一刻も早くレイン様の足取りをつかみ、あなた様とご友人方の通信を取り除いて差し上げましょう。ガイド様、バレーツインズの見取り図をご確認くださいまし。
ご覧の通り、お客様と私たちの現在位置は A 棟の入り口ですわ。こちらのキャロットを見る限りは B 棟までアトリウムの長い渡り廊下を行く必要がありますわね。皇帝、エージェントが提示した情報は確かなものです。そこを目標地点とすることをお勧めします。案内は私に任せて。それじゃあ出発。あ、御意に。プロキス様、この近くのエーテリアスさんは全てお掃除しました。リン、お疲れ様。僕が震度を測定するから君たちはしばらく休んでいてくれ。また明かりが点滅した。気のせいじゃないよな。ここに来るまでも何度か同じことがあったけれど。え、そうでしたか。確かに何度もあったね。やっぱあの噂本当だったり。え、噂ってどんな？なんだ、聞いたことないの？エレンさん。あ、これ言っちゃダメだった？ボスがブリーフィングでよこしたやつ長すぎて読んでないから。でもリナがいるんだしよくない？もしプロ騎士が知りすぎちゃってもさ、パパッと勝たしてくれるって。勝たしてって何？エレン、カリンちゃん、お客様にビクトリア火星のお仕事を誤解させてしまうでしょう。ガイド様、私から改めて説明させてくださいまし。このバレーツインズで最近心霊現象が起こるという噂はご存知でしょうか？ついこの間誰かさんから聞いたっけ。実はバレーツインズがホローに飲み込まれた時、有名な舞踏家の姉妹がこの場所で命を落としてしまわれたのです。以来姉妹の怨霊はバレーツインズの主となり、不届き者が足を踏み入れれば明かりを点滅させて警告するのだそうですね。それでも出て行こうとしない者には停電を起こして闇を作り出し、その魂を刈り取るため暗がりから姿を現すのだと。そのような噂があったのもかつてのことだったのですが、最近になってここで噂と同じ境遇に遭われたという方が現れるまで、ご主人様はバレーツインズが事故物件という名の不良債権となることを危惧されましたが、そこで表向きには設備のメンテナンスとしつつ、真相の究明を私たちに命じられたのです。それがバレーツインズに来た本当の目的だったんだね。プロ騎士様、当初は私どもとしてもこの噂をヨタ話の類だと思っておりました。ですが先ほどの状況を鑑みるに、停電に関しては本当なのかもしれません。これは新たなリスクになり得ます。B 棟へと通じるアトリウムの入り口には防火シャッターが設けられており、停電によって自動で閉じる仕組みになっているのです。ご友人を捜索する上で経路が遮断される事態は極力避けたいところ。一刻の猶予もございません。先を急ぎましょう。点滅がより頻繁に、急ぎましょう。ガイド様、お守りしますわ。こちらへ。階段はお任せを。ガイド様、お怪我は？
アトリウムはすぐそこだよ。決まった。一歩遅かったようです。シャッターは閉じてしまいました。そんなあと一歩でしたのに。カリンちゃん、お顔を上げて。どんな時もお客様を安心させるのがメイドの責務でしょう。誰かシャッターの開け方知ってる人？手動の開閉装置があるかもしれませんわ。あたりを見てきますから、少しだけお待ちくださいまし。リナ、そんなめんどいことしなくていいって。鉄でできてるからまあまあ頑丈だけどさ、あたしとカリンちゃんなら穴開けるくらい余裕だから。確かにそれが手っ取り早いけど、この建物って雇い主さんのものでしょ。勝手に壊しちゃっていいの？へえ、もっともなこと言うね、プロ騎士のくせに。ご主人様的には噂さえなんとかできればいいんでしょ。誰も言わなきゃバレないんだしさ。注意、建物に構造的ダメージを与えることは推奨できません。アトリウムは2棟をつなぐ唯一の実体ある構造物ですが、フォローの影響下のため不安定な状態にあります。ひとたび強烈な衝撃を受ければ局所的な構造変化を生じさせてしまう可能性があります。プロ騎士様、確認してみたところ、手動でシャッターを動かせる装置は渡り廊下の向こう側に設置されておりました。誠に遺憾ながら、現時点でここを通る術はございません。ここは一度離脱し休息を取りましょう。ビクトリア火星は必ずや停電の原因を究明し、ここを通る方法を見つけてご覧に入れます。プロ騎士様、ご連絡いただきありがとうございます。ライカンさん、停電の原因が分かったの？まだ推測の段階ではございますが、可能性は極めて高いかと。図面を確認したところ、バレーツインズの電力供給構想は完璧なものでした。大規模な停電を回避できるだけの対策がなされております。また地下には独立して稼働できる発電所があり、フォローに飲まれてなお電力を維持できた理由も分かりました。やっぱり独立した発電系統があったか。待った、それならどうして停電が起きたんだ？地下の発電所が故障したとか？論理的に考えるとそうなりますが、こちらの図面だけでは具体的な故障の原因を特定できかねます。幸いメンテナンス用の書類に停電時の対応が書かれていました。バレーツインズの2棟にはそれぞれ独立した制御室と非常用発電室が設けられております。そこで故障の原因を突き止められるだけではなく、やむを得ない場合は予備の電力系統に切り替えることで電力の復旧が可能です。じゃあ次の目的地は決まりだね。プロ騎士様、では早速制御室と発電室の位置を送信いたします。ビクトリア火星はいつでもあなた様の召集に応じる用意ができております。プロ騎士様、以前の調査によると、島内の電力を復旧するにはいくつかの手順を踏む必要がございます。まずは制御室に向かい、停電の原因を突き止めましょう。それが故障であれ何であれ、解決が困難な場合は予備の電力系統に切り替えるのです。次に制御室に留まり操作を行う側と、発電室に向かい予備のエーテル発電機を起動させる側の二手に分かれます。制御室では電気回路の複雑な操作が要求されますわ。この中で適任がいるとしたら、それはライカンさんですわね。一方の発電室は、発電機とエーテル原料の運搬が主になるでしょうか。力仕事でしたら
カリンでもお役に立てるかもしれません。頭が疲れる方と体が疲れる方の二択ってこと。どっちも嫌なんだけど。あ、やっぱ発電室。カリンちゃんとならさ、いちいちお作法がどうとか言われないもんね。エレン。理由はともあれ、戦力のバランスを考えると妥当な分担ですわ。戦力のバランス？ビクトリア火星って誰が一番強いんだろう。それではライカンさん、私とあなたがチームですわね。ええ、では皆さん出発いたしましょう。制御室にまでエーテリアスが入り込むなんて。ライカンさん、設備は無事？予備電源のランプはまだついている。すぐに制御盤を確認します。ん？妙ですね。これは一体。ライカンさん、どうしたの？これは失敬。私の独り言が思わぬ誤解を生んでしまいました。実のところ、良い知らせでございます。制御室は正常に機能しております。非常用発電室が使える限り、すぐに電力は復旧できるでしょう。ですが、一つ気になる点がありまして。ここの情報によると地下の発電所に故障は見られません。まあそうなのですね。ではどうして停電が起きたのでしょう。現時点では何とも。ですが制御室は B 棟にもあります。そこで発生した何らかの問題が停電をもたらしたという可能性はあるでしょう。あくまで可能性ですから、実態を把握するにはアトリウムを渡って調査しなければなりませんが。プロキシ様、次はエレンとカリンを発電室まで案内していただけますでしょうか。発電機の準備を完了させましょう。発電機の準備やっと終わりました。みんなお疲れ様。リン、早速制御室に連絡を入れよう。お待ち申し上げておりました、プロキシ様。発電室の方はつつがなく進行しておりますでしょうか。うん、いろいろあったけど最終的にはなんとかなったよ。御意にございます。こちらで電気の復旧状況を確認いたしますので、スイッチを押していただけますでしょうか。プロキシ様、建物の電力が復旧しつつあります。また B 棟の制御室に影響が及ばないよう A 棟の電源は独立させました。これよりアトリウムで合流し B 棟へ向かいましょう。ご友人の消息がそこでつかめると良いのですが。開きました。よかった。ガイド様なしではなし得なかったことですわね。ご主人様もお喜びになりますわ。どういたしまして。ん？そこに何かあるよ。え、これって。プロキシ様、お心当たりが。うん、間違いない。レインのリュックだよ。ここにいたんだ。手がかりがあるかも。気難しいお客様だ。
音楽が流れてから現れたのは、もしや。おい怪物、こっちだよ。ふう、炎の叫びがあってよかった。音楽に引き寄せられてた。どなたかが消しかけてきた、確か。まさかレインが、うん、そんな。えっ、あ、やった。全員倒したわ。はあ、私たち以外にも誰かいる？でも一体。あ、さっきはありがとう。あ、エレン大丈夫？しっかりして。ご心配なく、眠っているだけですわ。お兄ちゃんだね。彼らはしばらく起きないでしょう。一度ここから連れ出しましょうか。リン、おかえり。君もイアスも大丈夫だったかい？怪我は？私たちは全然大丈夫だから心配しないで。マスター、申し訳ございません。フォローのデータを解析中だったために熱源の接近を検知するのが遅れてしまいました。フェアリーが責任を感じることないってば。解析を続けて。マスター、信頼してくださりありがとうございます。エーテリアスが出てきたかと思えば、間髪入れずに正体不明の戦闘員たち。一体何が起こっているんだ。レインの件は想像以上に複雑かもしれない。ただの人探しとしか告げていない以上、ビクトリア火星がどう受け取っているかも気になるところだ。リン、これからどうする？まずはビクトリア火星にいろいろ事情を説明しなきゃだね。うん。あんなことが起きたんだ。何か隠していると思われても仕方がないだろう。最悪このままチーム解消ということも。ついでにエレンの様子も見に行ってあげたいな。私とイアスが無事に帰ってこれたのもあの子のおかげだし。君の言う通りだ。きちんとお礼をしないと。そうだリン、エレンは飴が好物みたいだった。ちょうどこの前たくさん買ったから少し持って行っていいよ。大したものではないけれど、大事なのは値段ではなく気持ちだ。わかった、言う、言います、全部言うから、俺のそばに近寄るな。お客様、ようやくお心を決めていただけたのですわね。リナはとっても嬉しゅうございますわ。ご自分の立場をもう少し早く自覚してくださっていれば、お互いに辛い思いをしなくて済んだのですけれど。ここで何があったの？まあガイド様、いらしてくださったのですわね。どうかお気になさらず。こちらのお客様がこっそりとお帰りになろうとされていたものですから、丁重にお引き止めしただけですわ。兵士様、反乱軍のメンバーである以上は治安局に引き渡された末にどんな結末が待ち受けているかよくご存知のはずです。あなた方がバレーツインズに入れ込んでいらっしゃる理由を明確にご説明いただければ、私どもとしても寛大な対応を検討したく存じます。わかった。そのうちの部隊のスポンサーから依頼があったんだ。バレーツインズのビートを屋上でそいつの代わりにあることをやれって。申し訳ありません。もう少し具体的な内容を伺えますでしょうか。俺はただの下っ端なんだ。依頼の詳しいとこまでは知らない。俺ら何人かは周辺の警備を任されただけなんだ。バレーツインズに侵入した奴を見つけ次第
B 棟から遠ざけろって。停電はあんたたちの仕業だね。そうだ、最初にお前らを見たときは肝試しかなんかだろうと、ちょっとビビらせたら逃げ帰ると思いきや、尋常じゃない速さで電力を復旧させやがった。それで隊長が言ったんだ、あれはただものじゃない、小娘を助けるために来た連中に違いないから、あの妙なエーテリアスを先導してぶつければと。待って、今小娘って、レインは今どこ、あの子に何をしたの。あの小娘、お嬢さんなら隊長とビートの屋上にいる、当分は命の危険もない。今しがたの発言、あなた様の部隊がレイン様を誘拐した事実を認めたと捉えてよろしいでしょうか。リナ、引き続き彼から詳細を。そしてプロ騎士様、少しお時間をいただいても。プロ騎士様は聡明なお方です。私がこれから帰還としていることもおのずとお察しくださるかと。ライカンさん、私たちが何か隠してるんじゃないかって思ってるんでしょう。おっしゃる通りでございます。現在バレーツインズを掌握している反乱軍にとってレイン様は重要な存在であるようです。あなた様が情報の共有に及び腰なままですと、次の行動に影響が出てしまうことを憂慮せざるを得ません。次の行動？治安局に任せることもできると思うけど、引き続き私たちとこの件を追ってくれるの？プロ騎士様、ご理解いただけるかと思いますが、私どもがお仕えするのは新エリートでも一角の名声と地位を誇るお方でございます。そのようなお方が資材を守る程度のことで治安局に頼らざるを得ないなどと、うろんな風説が流布することをビクトリア家政が許すわけには参りません。またレイン様の失踪が誘拐によるものであり、ご主人様の財産にまたがり悪行を働く者がいると判明した以上、見過ごすことはできないのです。我々は依然として目的を同じくしているものと信じております。あなた様も同様にお考えでいらっしゃるのであれば、何卒情報を共有していただければ幸いです。ありがとう、ライカンさん、言いたいことは分かったよ。本当はレインの秘密を守ってあげたかったけど、もう義理がどうとか言ってる場合じゃないみたいだね。実はレインはね、腕利きのハッカーなの。だから治安局が介入してくるようなら困っちゃうのは私たちも同じ。なるほど、彼女がハッカーなのであれば誘拐はその能力に目をつけたものである可能性がありますね。バレーツインズの屋上は何かを発信するのにうってつけですから。ライカンさん、反乱軍たちがまだバレーツインズにいるなら、あいつらの任務は終わってないってことでしょ。また想定外のことが起こる前に一刻も早くレインを助けなきゃ。ビクトリア家政としてもそのつもりでございます。プロ騎士様、私は来たる救出のために準備をいたします。後ほどご連絡を差し上げますので、少しの間お待ちください。プロ騎士様、先ほど私とリナでビルの出入り口をいくつか偵察してまいりました。反乱軍たちは未だ警戒を続けており、立ち去る気配はありません。あいつらまだ任務が終わってないから撤退できないみたいだね。まさに。ですが周辺を警備していた隊員と連絡が取れなくなったことで、向こうも警戒を強めているに違いありません。彼らとの正面衝突は避けられないようですね。可能な限り短時間で敵の防衛ラインを突破し、レイン様を助け出さねばなりません。道案内は私に任せて。マスター、良い知らせをお伝えします。たった今
ビルを飲み込んでいるホローのデータ分析が完了しました。ビル内の熱源をリアルタイムで検知できます。やっとバレーツインズの中が完璧に見えるね。よかった。みんなプロ騎士様をお守りください。出発です。しまった、出前機が。気にしてる場合か。今は撤退だ。お二人ともそんなに急いでどちらへ行かれるのですか。ぶっ倒れろ、倒れろ、倒れろ。大官さん、お掃除は終わりましたが、レインさんは見つかりませんでした。どうやらただの増票だったようです。人質がいるとしたら隊長のところでしょう。ライカンさん、戦闘員が持ってたこれ、なんだろう、何かの送信機みたい。ご名答です。そちらは G03 型多周波数信号送信機、軍用のとても高出力なものでございます。適切なマルチメディア機器と併用すれば、諜報員が高度なセキュリティシステムを突破する助けになります。ライカンさん、すごいこと知ってるね。普段どんな仕事してるの。物騒がせで申し訳ありません。かような知識は家事代行スタッフにとって極めてありふれたものでございます。お、本当に。でも少なくとも確定したね。あいつらがレインを誘拐したのはハッキングができる人間を狙ったからだって。ねえ、こんなのあったけど、これって地方府の専用飛行船？時間とルートが記されたフライトスケジュールに、統合制御システムのハードウェア構成図まで。マスター、ビリーから着信です。つなぎます。て店長か。まずいぜ、飛行船が大変なことになってる。ビリー、落ち着いて。飛行船に何があったの。実は10分ちょい前、パールマンが守衛にスーツケースを開けて中を確認したいって言い出したんだ。ところが奴がケースを開けた途端、中から煙が噴き出してきやがってよ。操縦士を含め飛行船にいる全員が気を失っちまった。俺は吸気システムが故障してたから難を逃れたが。それじゃあ今は誰が飛行船を動かしてるの。今んとこ自動操縦になってる。しばらくの間墜落の心配はなさそうだ。けどよ店長、俺気づいちまったんだ。どうやらこの飛行船、航路設定が改ざんされてやがる。今こいつはバレーツインズのあるホローに向かって飛んでるんだ。あと少しで俺ら全員ホローの中に突っ込んじまうぞ。店長どうすりゃいい。通報した方がいいか。信じてもらえっかな。これミリー様のお話しされた通りなら、飛行船が航路を外れてからしばらく経っています。ですが外部に動きがあるようには見えません。うん、レインの仕業みたいだね。飛行船の制御を乗っ取りつつ信号を偽造してちゃんと飛んでるように見せかけてる。なあなあ店長たち、どういうことだ。なんでレインがここで出てくんだよ。ミリー様、手短に申し上げます。レイン様は反乱軍によって誘拐されました。彼らはレイン様を利用し、あなた方の飛行船を掌握しています。なんだって。待ってくれ、本当にレインの仕業なら治安局ごときじゃどうにもならねえぜ。俺らもうおしまいなのか。虎の首から鈴を外せるのはそれをつけた人だけ。この状況を何とかできるのはレインしかいない。プロ騎士様のおっしゃる通りです。ミリー様、ビクトリア火星は現在プロ騎士様と共にレイン様を救出すべくバレーツインズにいます。レイン様を速やかに取り戻すことができれば、飛行船の結末は変えられるやもしれません。ライカンさんよ、それは本当か。店長も
マジで信じていいんだな。ビリー、飛行船は絶対に助けるよ。このまま私たちと連絡を取り続けて、後でそっちの助けが必要かもしれないから。ああ、わかった。マスター、飛行船の軌道を割り出しました。飛行船は25分後にバレーツインズの上空15メートルを通過し、その後30秒でホローと接触します。みんな急ぎましょう。待ってください隊長。こいつが外部にどれだけ情報を漏らしたか突き止めろという雇い主の指示は。連中はもうすぐ追いつくだろう。どの道この足手まといを連れたままでは我々は逃げられん。雇い主の最優先事項は完了した。我々は金をもらって仕事をするのみ。これ以上命を懸けるのは損だ。何？こいつはエーテル侵食で死んだことにしておけばいい。悪く思うな。そもそもは知るべきでないことに首を突っ込みすぎたお前自身の過ちだ。今すぐ撤退だ。ライカンさん、追いかけた方がいいかしら。いいえ、今はレイン様と飛行船を救うことが先決です。レイン大丈夫？怖がらなくていいよ。もう大丈夫。私たちはニコの友達で、あんたを助けに来たの。君たち本当に私を助けに来てくれたの？早くビルの屋上に行かないと。時間がない。四方府の飛行船が。今の音は上からでございます。どうやらそう簡単に幕を引かせてはもらえないようですね。隊長、時限爆弾は予定通り起爆しました。ホロー内構造の変化を検知、屋上への通路消失を確認。よし。人質を取り戻したところで、もはや飛行船は救えん。マスター、ビルの上層構造に明らかな変化を検知。屋上への最短ルートが無効になりました。彼らの仕業でしょう。人質を早々に諦めたのも道理。すでに仕込みは済んでいたというわけですね。フェアリー、今すぐ屋上につながる他のルートを捜索して。マスター、ビルの屋上につながるホローの出口を検知しました。該当出口はバレーツインズ B 棟1階のロビーの付近にあります。予想される移動時間およそ7分ですが、高度侵食エリアを通過する必要があるため、危険度の高いエーテリアス個体に遭遇する可能性があります。実際の通過にかかる時間は予測不能です。憂慮は不要です。プロ騎士様、所詮はエーテリアス。ビクトリア火星を止めることなどできません。レイン様、身も心もお疲れであることは重々承知しております。ですが飛行船の件はあなた様にしかお願いできないのです。飛行船に制御を返すだけなら屋上へ行って防御装置を取り除くだけでいいけど、反乱軍が言ってた、万全を期すために飛行船に乗ってる全員を眠らせたって。制御が戻ったとして誰が操縦してホローを避けるの？ああ、そこが問題なんだよね。ビリーだけは起きてるんだけど、飛行船の操縦なんてきっと無理だよ。プロ騎士様、レイン様が飛行船の制御を戻してくださるのであればそれで十分でございます。以降はビクトリア火星にお任せください。入手した情報によれば、飛行船はバレーツインズの上空からわずかのところをかすめるように飛ぶとのこと。操縦士がいないのであれば私が代わりを務めましょう。
突破の準備を。これはどうも様子が。この音楽ってまさかあの時の。あれはアトリウムにいた。まだご満足いただけていないご様子。心配なく、ビクトリア火星には十分すぎるくらいです。私たちの使命ですもの。参ります。やった、言ってくれました。任務続行。リン、聞こえるかい？飛行船がビルに近づいてる。店長？店長！俺はここだ！ビリー！飛行船の目標位置到着まで20秒。残り10秒。急げ、そろそろやべえぞ。5、4、3、2、1。店長、これでラストだぜ。お疲れ。やっと全員運び出せたね。はい、番長。いげあり。ニコたち大丈夫？ご心配なく。強力な麻酔ですが、あと 2、3 時間もすれば目を覚まされるでしょう。ライカンさんたちには借りができたね。過分なお言葉です。私どもとしてもプロ騎士様という地位を得られ、光栄の至りでございます。あなた様のご協力の甲斐あって、私どもはご主人様の名誉をお守りすることができました。店長、治安局から連絡が来たぜ。救助隊と航空隊がこっちに向かってるってさ。ビリー、レインだけど一応ハッカーだし、脅されたとはいえ飛行船をハッキングしちゃったのは事実だし、治安局に捕まったら大変だから先に私たちとフォローから脱出するよ。治安局の人が来たらなんて言うかちゃんと分かってるよね。俺は麻酔を吸わなかったから緊急事態に気づいて飛行船を操縦、ここに不時着させた。はあ、それにしてもよ、こんなことが起きちまってビジョンの裁判は予定通り進むのかね。まずは治安局がパールマン様を連れ戻すでしょうから、裁判は日を改めてとなる可能性が高いでしょうね。ビリー、ここは任せたよ。私たちは行くね。おお、店長たちも気をつけて帰るんだぜ。みんなありがとう。僕を懲らしめるにはちょっとやの使命。ニコの親分、目覚めて今日のこと知ったらどんな顔すんのかな。ん？何の音だ？ああ！パールマン！驚いただろう。前に麻酔銃で撃たれたおかげで今回は効き目が薄かったのだ。あの卑劣な連中め、私の要求を飲むふりをして最初から口封じのつもりだったわけか。
もしまた治安局に連れ戻されてみろ、次は一晩だって生き延びられまい。こうなってしまってはもはや一分たりとも新エリートにはとどまってはおられん。リン、おはよう。今日が何の日か忘れていないだろうね。もちろん覚えてるよ。今日はレインに会うんでしょ。さすがはレインだ。あの記憶素子を渡してからまだ数日っていうところなのに、もう解読してしまったとは。反乱軍の報復を警戒して、今はビクトリア火星が用意してくれたセーフハウスにいると聞いたけれど、うまくやれてるといいな。後でレインに会ったら近況を聞いてみよう。記憶素子の件はなんとか一段落ついたとして、パールマンが飛行船を奪って逃げてしまったのはな。ビジョンの裁判は延期せざるを得なくなってしまった。それにインターネットで見たんだけれど、バレーツインズの買い手は結局ビルの購入を諦めて違約金を支払ったそうだ。あの2体の奇妙なエーテリアスのせいなのか、飛行船ハイジャックの現場ということで無事ケチがついてしまったからか、どちらかはわからないけどね。まあそんなことより今はレインに会いに行こう。後でクレタとグレースさんも来るからね。おはよう、店長さんたち。約束の時間より5分早かったね。元気そうだね、レイン。ここ何日かずっと外に隠れてるんだ。でもビクトリア火星が面倒を見てくれてるから大丈夫。普通の生活に戻れるのもそう遠くないんじゃないかな。君たちのおかげで命拾いしたよ。二人とも本当なんてお礼したらいいか。まあまあ、僕たちが飛行船を救えたのもレインがあの場にいたおかげだ。そういえば今まで聞くタイミングがなかったけど、どうしてレインはあんなことになっちゃってたの？他でもない君たちに聞かれたなら答えない理由はないね。ある時初めましての顧客から連絡があって、提示された報酬はすごく良かったけど、具体的な仕事はなかなか教えてくれなかったんだよね。それでしつこく聞いてたら、直接会って詳細をくれるって言うから、怪しいとは思いつつも、やっぱり報酬には逆らえなくてさ。それでつい、飛びついちゃったわけ。なるほど。でも、ただでは転ばないのがレインらしいな。人質になっているっていうのにバレーツインズの屋上から SOS を出すなんて。まあ悪くない手だったかな。 SOS を出したのはバレたけど、おかげであいつらの雇い主は私が何を漏らしたか知りたがった。結果的に時間稼ぎになったからね。あいつらの雇い主って誰だったの？私もよくわからない。あの場には姿を見せないまま電話で何度か飛行船のことを指示してたくらい。でも聞こえてきた限りではあいつらが飛行船に手を出したのはパールマンを消すためだったみたい。あとはサクリファイスが何とかって言ってたくらい。サクリファイス？なんだいそれは。ごめん、それ以上のことは私も。あ、そうそう、これ君たちに頼まれてたやつ、もう解読できたよ。ありがとう、助かったよ。君たちは私の恩人なんだから、これくらいさせて。もちろんお金も取らないよ。早速この記憶素子を調べたいでしょ。今日はもう邪魔しないでおくよ。また来るね。次はビデオ屋のお客さんとして。ああ、ランダムプレイはこれからも映画をおすすめしていくよ。もちろん友達として遊びに来てくれても大歓迎だ。リン、クレタたちがもうすぐ来るはずだ。帰ろう。プロ騎士、お前らこの記憶素子を解読するためにまたとんでもねえことに巻き込まれたんだってな。当ててみようか。
ニコから聞いたんだろ。まあ今回はジャトヤの面々も危うしといったところだったからな。ま、とにかく無事で何よりだ。最近この町もなんだかピリついてきたような気がすんだよな。私が四六時中あの化け物のことを考えてるからかもしんねえけどさ、ずっとこの記憶素子の中にあるもんが一刻も早く解読できたらって思ってたけど、いざその段になってみると緊張するもんだな。大丈夫さ、おちびちゃん。この中に入ってるどんなものと向き合うことになろうと私たちが一緒だよ。ああ、グレースさんの言う通りだ。フェアリー、あとは任せていい？かしこまりました、マスター。記憶素子内部のデータを解析中。マスター、断片的な音声データが検出されました。システムのタイムスタンプは旧都陥落前日の夜です。音声データ？フィアリー、その音声再生できる？皇帝。フィアリー、再生は任せた。音声を読み込み中、しばらくお待ちください。どうやら君たちを見くびっていたようだな。親父の声だ。怪我してる。落ち着いて、おちびちゃん。これはもう何年も前の録音だよ。どうやらホルスさんは誰かと話してるみたいだね。言ったはずだ。何も知らないふりをしろと。それが俺たち全員のためだと。俺は父親だ。あんな娘の命を脅かすようなもんを放っとくわけには。親父、バカ野郎。俺はもうじき。だから教えてくれ、モニュメントの中のあれは一体何なんだ。いいだろう、それが最後の願いなら聞いてやる。あれの名前はサクリファイス。なんだって？サクリファイス？お兄ちゃん、今サクリファイスって。バエトーン、急にどうしたんだ？二人して。今日同じ言葉を聞いたばっかりなの。確かな筋から飛行船を狙った奴らはパールマンの抹殺を企てていたと聞いた。奴らも口にしていたんだそうだ。サクリファイスと。はぁ？待てよ、なんで私たちが調べてることにあのクソったれのパールマンが絡んできやがる？クレタ、それ私も言おうと思ってたんだけど。でもパールマンは飛行船を奪った後行方不明なんでしょ？もう郊外に逃げてるんじゃ。向こうで何が起きているか情報を探ってみるしかなさそうだ。まさかガイド様が私たちと同じことをお調べになっているなんて。彼らはサクリファイスを知ってしまった。調査をこのまま続けさせて本当にいいの、ライカンさん？構いません。ご主人様は計画を変更され新たな指令をくださいました。彼らはもはや遠ざけられないが、我々の盟友となれるやもしれぬ。適切に導くように。